カポエイラという格闘技ご存知でしょうか。ゲームやアニメのキャラクターがこうカポエイラを使うっていうのはありますけど、実際のものは私見たことがないんです、はい、かなりこう派手な動きをするイメージありますよね。そうですね。高知市の男性がこのカポエイラの世界大会でチャンピオンになりました。カポエイラの魅力を一人でも多くの人に感じてほしいと話す男性を取材しました。音楽に合わせて体を動かす2人、ダンスをしているのか足で攻撃をしているのか、アクロバティックな要素も加わり、なんだか不思議な光景。これがカポエイラです。ブラジルで生まれ400年以上の歴史があると言われています。ダンス、音楽とアクロバティックな動きが合わさったこの格闘技は、長い年月をかけて世界中の人たちを魅了し、2014年にはユネスコの無形文化遺産に登録されました。やっぱりいろんなことを気づかせてくれるものであったりだとか、自分を一番素直に表現できる一つの方法。高知市の久米博之さん、2002年留学先のカナダでカポエイラに出会い、その魅力の虜になりました。その後本場ブラジルなどで修行を積み、2017年に高知に U ターン。高知カポエイラセンターを立ち上げ、現在はレッスン教室のほかイベントで披露するなど、カポエイラの魅力を大勢の人に知ってもらうための活動をしています。表現するっていうことが僕はすごい大切だなと思ってて、で自分を表現できる方法っていうのがある人ってやっぱり、ハッピーなのかなっていうのを僕は思ってて、カポエイラっていうものを通して、まあ普段ちょっと自分を表現するのが苦手な人だったりとかっていうのも、カポエイラの中ではすごいね、元気に歌を歌ったりとか、思い切って動いてみたりとか、ということができるようになると、まあなんていうんですかね、こうみんなもうちょっと人生楽しく生きていけるんじゃないかな。久米さんは今年、世界14カ国の人たちが参加し、オンラインで開かれたカポエイラのソロ競技の大会で世界チャンピオンに輝きました。体の動きやその美しさ、完成度を競ったこの大会、カポエイラの魅力は勝敗を決めないことと話す久米さんは、自分が優勝したことで一人でも多くの人たちに興味を持ってほしいと言います。結構まあ県外に住んでると高知県有名なんですよね、いろんなところで高知県好きな人も多いですし、ただやっぱりアクセスが悪かったりだとか、どうしてもそういうところもあったりするので、でも高知でなんかいろいろ盛り上がってるよっていうことをカポエイラを通して、それをまあ少しずつ広げていけたりとかできたらとは思ってますね。スパイススキル、なのでこれが一つの何ですかね、質問、相手に対して投げかける質問で、こっちがそれに対して答えをいくつか持ってて、それを自分の答えたい答え方で答える。それはもうこの人次第なので、毎回だから違うし、誰とやってもその会話の内容っていうのは違って。カポエイラは対話だと話す久米さん。外国で培われたカポエイラという文化を通じて、人種や文化の違いを認め合う世の中になることを願っています。隣に全然違う国から来た人が、違う文化の人たちがいてもう全然構わないし、同じことを同じ方向を向いてできるし、まあそういうこう理解し合ったりすることってすごいね、やっぱり大切だし、思ったより全然みんな違わないなとか、同じ人間だしみたいなところがもっとなんか当たり前になってくればいいなと思います。世界チャンピオン久米さんのカポエイラの